はい、こんにちは。今日はですね、韓国の政治情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。産経新聞ですが、韓国野党陣営が混迷、候補が活動中断、選対幹部退陣へ。韓国大統領選を2ヶ月後に控え、保守系最大野党国民の力陣営が危機に直面している。候補のユン・ソンヨル前検事総長が家族の疑惑や内紛に見舞われ、支持率が急落。ユン陣営は3日、ユン氏の公開活動の一時中断を発表し、選挙対策委員会指導部の大半が辞任する形での組織の刷新を表明した。3日付の大手紙中央日報が報じた世論調査結果によると、ムンジェイン政権を支える革新系与党共に民主党候補のイ・ジェミョン前京畿道知事が 39.4% で支持率トップ、ユン氏の 29.9% を大きく引き離した。同氏の11月下旬の調査ではユン氏が3ポイント近くリードしていた。特に20代から30代のユン氏離れが顕著で、30代では約 44% がイ・ジェミョン氏支持に回り、ユン氏支持と倍以上の差をつけた。背景にあるのがイ・ジュンソク党代表との確執だ。イ・ジュンソク氏は昨年36歳の若さで代表に選ばれ、国民の力が若者の支持を伸ばす原動力となった。だがユン氏側と選対の人選をめぐって対立し、昨年12月にユン陣営の常任選対委員長を辞任した。経歴詐称疑惑をメディアなどから追及されてきたユン氏の妻は昨年末、記者会見で謝罪したが、支持率の回復にはつながっていない。ユン氏から離れた中道層の受け皿になっているのが中道系野党国民の力代表のアン・チョルス候補だ。同氏の支持率調査では前回の1桁台から 10.1% に急上昇した。だがアン氏は野党候補の一本化には応じない構えで、今後も中道層の支持分散が続く可能性がある。このように報道されております。で、この2ヶ月後に大統領選挙を控えた状態で、新年早々投票者の取り込みで忙しくならなくてはいけないはずのユン氏は日程を中断して選対委を再編しなければならない境遇だと、このように報道されております。で、この状況はですね、保守系最大野党国民の力陣営には厳しい情勢に見えます。また大統領選挙は未来に向かった競争だ。なぜユン氏と国民の力でなければならないかを説得することができないなら、選対委の改編も効果がないと、こうした指摘も報道されておりまして、選対委の改編をしてもですね、国民の力、ユン候補、つまりは野党陣営側がどこまで支持率を回復できるか不透明な情勢に見えます。こうして見てまいりますと、イ・ジェミョン政権誕生の可能性は現状高まっているように見えます。で、仮にですね、イ・ジェミョン政権誕生ということを想定して考えた場合、今後2つの事柄に留意注目する点ということがあると思います。それは韓国経済の情勢と日韓情勢です。 JB プレスですが、イ・ジェミョン氏の経済政策は一言で言えばベーシックインカムによるばらまきと過当競争の防止を名目とした飲食店総量規制による規制強化である。こうした政策では若者に良い就職口を提供することはできそういない。不動産政策についてイ・ジェミョン氏の主張は過激だ。不動産からの収入を認めず国庫に回収し、その代わりに無住宅者には賃貸住宅をあてがうという、このように報道されております。ただですね、国家負債が1000兆ウォンに達している韓国経済の現状を考えると、イ・ジェミョン候補の公約は過度なポピュリズムという懸念も深い。その上、イ候補陣営の政策調整団長のチェ・グンベ金国大学経済学部教授は、景気刺激のために中央銀行の発権力を動員しなければならないという持論を持っている人物だ。韓国銀行が金をばらまいて物価が100倍に上昇したとすれば、100億ウォンを持っている人は資産の実質価値が1億ウォンに減るが、お金を持っていない人には被害がない。韓銀は物価安定だけを気にせず、お金のない人がお金を確保できるようにすべきだ。韓国銀行は資本家と富裕層の味方だという主張を繰り返している。つまり政府が 0% の金利で債券を発行し、韓銀がお金をむやみに発行して債券を購買することで福祉財政を備えるべきだと主張している。このように報道されております。ですので、こうして見てまいりますと、もし仮にイ・ジェミョン政権が誕生した場合には、そのイ・ジェミョン政権というのはある種社会主義的な色合いというのが濃いように見えまして、もしイ・ジェミョン政権が誕生となった場合には韓国経済に与えるインパクトということは無視できないように見えます。
また日韓情勢ということに関しましても、もしイ・ジェミョン政権が誕生するということを仮定して考えますと、日韓情勢というのは厳しさを増す可能性があるように見えます。イ・ジェミョン氏は日本についてはムン・ジェイン政権よりも鮮明な反日政策を打ち出している。日韓ジーソミアに対しては最近まで何度も反対の意思を明らかにし、日本を軍事的適正国家と表現した。イ・ジェミョン候補が政権を獲得すれば現在よりも厳しい日韓関係が予想される、このように報道されております。またこの他にも、例えばダイヤモンドオンラインですが、2021年9月9日の報道ですが、イ・ジェミョン氏は知事として2年前からキョンギ道で新日生産プロジェクトを立ち上げてきた。キョンギ道は生活の中に深く根ざす新日文化を生産したいとして、道内の有形無形新日残滓調査に着手し、これに関する学術研究も外部に発注した。そしてさらにイ・ジェミョン氏は2015年日韓合意については、2015年日韓合意は破棄再交渉すべきである、日韓合意は被害者が同意しなければ効力はない、密室で決めた結果であって国家間の合意の最小限の条件も備えていない、正当性もなければ国民の信頼も完全に失い、追い出される危機に瀕していた政府パククネ政権がやったことだ、一番良いのは国会で合意無効の決議を採択することだ、合意文書がないならば合意の条件も備えていない、合意には実態がないので否認すればよい、民間が提起する真相究明や保障問題について政府は再度日本側と交渉しなければならない、このように述べていたという経緯がありました。またイ・ジェミョン候補はですね、日韓請求権協定について、1965年に締結された日韓請求権協定では日韓の請求権が全て解決したと取り決められている、しかしイ・ジェミョン氏は国家間合意で構成員の人権侵害を合理化したり個人的権利を処分することはできないと述べ、日韓請求権協定を認めない考えを示すとともに、日本企業に元徴用工への損害賠償を命じた判決について、加害企業と被害民間人の間で行われた判決を執行しないということは事実上不可能と述べている、このように報道されております。ただこれら問題は日韓請求権協定と2015年の日韓合意で解決済みであるということであります。日本政府外務省ですが、慰安婦問題を含め日韓間の財産請求権の問題は1965年の日韓請求権経済協力協定で完全かつ最終的に解決済みです。また慰安婦問題については2015年の日韓合意において最終的かつ不可逆的な解決が日韓両政府の間で確認されています、このようになっております。ですので現状、韓国側の日韓請求権協定の遵守と2015年の日韓合意の遵守が求められている状況であるということであります。ですのでこうした中ですね、韓国大統領選の結果でイ・ジェミョン政権が誕生ということにもしなりますと、韓国経済ということと日韓情勢というのはですね、ある種正念場に直面する可能性があるように見えます。こうした中、日本政府岸田政権は日韓請求権協定の遵守と2015年日韓合意の遵守を毅然と求め、国際社会に日本の立場を発信していく、そうした外交力ということが求められていると思います。ありがとうございました。